こんにちは、長島です。今回ですね、業種交流会って怪しいんじゃないですかっていう質問をたまに受けるので、それに対する回答の動画です。実はその業種交流会大半怪しいんですけども、結論から言うと、というのもやっぱり主催者側が何かしらのそのアクションをしたいから、そういう集まりなんですね。例えばよくあったのが、その保険の営業マンとかが主催をしているなんか異業種交流会っていうのがあって、それってなんか保険の営業マンが主催してるってことは、結局最終的にその保険の営業マンが、自分のその見込み客をこう囲いたいから、そういうふうな交流会を主催してるとかですね。あと私が見たのが、社名言っちゃったんですかね、 SMI とかいう自己啓発系の情報商材を売ってる団体があって、そこの主催というか、そこの営業マンみたいな方ですね、が、なんか交流会ですね、ただのお茶会みたいな感じのを、何回もやって、告知図とか、ああいうですね、イベントをこう告知する媒体とかで人を集めたりとかして、そこで仲良くなった方に、最終的にこう自分たちのこの自己啓発系のセミナーとかに誘って、さらに興味があるっていう人に対してはこうクロージングして100万ぐらいの商材を売ったりとか、そういうふうな感じですね。ああね、この主催者側が何かしらのこのアクションをしたいっていうふうな集まりなので、基本的になんかちょっと、うさんくさい人とかも集まりやすいっていうふうな感じではあるのかなと思いますね。なんでそこで仕事につながるってことは基本的にないと思った方がいいと思いますね。仕事につながるのかっていうふうなことを多くの事業主は思ってますけども、大体ないかなと思いますね。これ残念ながら。ただ、そこで仕事につながらなくてもよくて、そこである程度友達ですね、最低一人でもその気の合う仲間とか、なんか事業で協力できそうな人とかは、友達を見つけてくるってことがまず大事。なので長期的な視線で、視点とかで見た方がいいですね。そこで、友達を見つけて仲良くなって、そこから誰かを紹介してもらったりとかっていう風な伝え方が多分業種交流会の正しいやり方。そこでなんか仕事くださいくださいっつってこう名刺バン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 巻いていっても、おそらくうざがられるし、多分そういうコンセプトのところもあんまあるっちゃあるけど、大半主催者にコントロールされてるんじゃないかなと思いますね。で、誰かを紹介してもらったりとかするのは、やっぱその人との信頼関係っていうのを作ることが大事で、この信頼関係の作り方って結構大事なんですけども、でビジネス上の信頼関係っていうのは、やっぱり相手にちゃんと得をさせるってことがすっごい大事。相手が欲しがってるものとか人とかを、まず先にこっちが先手必勝でバンってあげちゃってってことですね。とりあえず得をさせるってことで、得をさせてギブしまくれば、本当にもうギブしまくって、そうすれば自動的に実は、紹介が生まれるっていう関係ですね。ただその一部、そのテイカーって言われる、もうその人脈だけ持ってって、じゃあさよならっつってもうブロックしちゃうような人とかもいるので、そこはうまく見分けた方がいいと思いますね。そういう人ってなんかある程度挙動に何かちょっと特徴があるんですけども、私もはっきりまだ分かってないんですけどもね。で、あとその一度その知り合った人とは結構縁切らない方がいいと思いますね。これ縁切っちゃう人ってすごい多いんですけど、だからもうこの人なんか見込み客じゃないなと思ったら、もうなんか連絡パッて取らなくなっちゃうっていうのもあんまり良くなくて、一度つながった人とは緩く縁をつなぎながら、縁をちゃんと保って、その人が買わないとかだったとしても、ちゃんとこうリレーションをしてもらえるような関係っていうのを日々作っておくっていうのがすごい大事。そうすることによって紹介が生まれやすいと。これはネットワークとかやってた人が結構得意なので、一度知り合った人とは縁を切らないっていうことを割と徹底している方が多いですね。ネットワークで割となんかそこそこの成績を上げてた元ネットワーカーの人ですけども、こんな感じでブチっても切らずに、ちゃんと緩く一度知り合った人とは縁をつないでおくっていうのがすっごい大事ですね。こんな感じですね。異業種交流会は怪しいのかってことですが、怪しいですし、仕事には全然つながらないんですが、そこで知り合った人と、緩く縁をつないで、ちゃんと紹介を発生させるように、まず相手にギブをするってことがすごく大事ってことですね。でですね、今回の動画が役に立ったなと思ったら、グッドボタンとか、あとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、LINE アットでも相談を受けたまってますし、Twitter とかもやってますので、気軽にフォローしてください。では、今回は以上です。